江美町は、千葉県安房郡に、かつて存在した町である。現在の鴨川市の南部に位置している。本校では、1889年の町村政施行により編成された江美村、1933年に、江美村が調整を施行して成立した江美町、昭和の大合併で発足し1971年まで存続した江美町について扱う。 現在の鴨川市南部に位置する。現在の鴨川市域はむねかつての長京郡の範囲と重なっているが、初代江美町域は朝比奈郡に属していた地域である。鴨川市域を町村制施行当時の町村によって12地区に区分する場合、初代江美町域が江美地区と呼ばれる。現在の大技では、江美青沖、上がりエ西江美、江美内等や、 エミ東新門、エミ西新門、エミ外堀が、エミ地区に含まれる。なお、エミ田遊崎、エミ吉浦は、エミを干渉し、旧朝日奈分域に含まれる地域であるが、ふとし地区に属する。鴨川市域を、鴨川市成立時及びその後の合併時の町村によって四地区に区分することもあり、この場合の、エミ地区は、エミ町の範囲である。この、エミ地区には、エミ、 ふとしかい、そ村の三つの旧町村が含まれる。1926年時点の恵美村は、東にふとみ村、西に和田町、北は山地を隔てて、ソリオ村、ふとし村と接していた。旧来の集落は東、恵美、西恵美、東マカド、西マカド、内、東の、青木、外堀の七つとされる。当時は全村を東、西、南、 北の4行政区に分けていた。安房軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西岬崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平郡21、一ぎ原村。 後名な町、22、二船形村23、三八か村24、四富浦村25、五岩井村26、六勝山村27、七安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、一国府村、朝日ひ郡四十41、白浜村42、二七浦村43、三朝日村、後地倉町。 44、ケンタ村45、千トセ村46、トヨダ村47、マル村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、エミ村、長佐郡、61、ふとみ村62、大仙村63、ヨシオ村64、ユキ村、後月村、 65、田原村66、鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市代々、巨南町の地に、江美町となる地域は、明治初年まで、朝日名郡に属していた地域である。寛永七年、新門村を、 東マカド、西マカド村に分割。慶安2年、江見村を東、江見、西江見村に分割。聖徳元年、西マカド村から青木村が分村した。町村制以前明治初年、長域一円は長尾半領となった。1877年、東マカド村と西マカド村が合併し、新門村となる。 1879年、上がりえみ、西えみ、青木、内、東野の四家村連合古町役場と、新門、花園、芝の三家村連合古町役場が発足。1884年には、上がりえ県外八家村連合古町役場が置かれた。えみ村、えみ町1889年4月、町村制の施行に伴い、西えみ、上がりえみ、青木、内東の マモンの五家村が合併し、エミ村が発足した。この際、ニガウラ村の一部であった外堀が編入された。同年9月、東、西、南、北の4行政区に分けた。1922年12月20日、北条線南三原駅、エミ駅間の延伸開業に伴い、エミ駅が開業した。その後、1924年7月25日に、 ふと駅まで延伸している。1933年、調整を施行し、江美町となる。江美町ょ1955年、昭和の大合併の中で、江美町太市ふとしロ村、が合併、江美町が発足した。江美町の名は、書きやすく、読みやすく、広く知られていること、町名変更による、行政上の不便と、経費増大を避ける観点から採用された。 1971年、三万市政特例法の下、恵江美町は、鴨川町、長佐町と合併し、新設された鴨川市の一部となった。1926年発行の千葉県安房郡市において、江美村は、反応半漁の村落で、農家の副業として、素材や果樹の栽培が盛んであると記されている。海産物としては、イワシアジ。 カツオサンマが揚げられ、水産加工品として干しか、煮干し、カツオ節が揚げられる。1971年、鴨川市発足時の恵美町は、柿栽培が盛んで、バラや鉄砲百合の産地として、名高い町とその特徴が描かれている。木造の恵美駅舎。ありがとうございます。